今日8月12日です。一応今日はぼちぼちやっていきましょう。部屋の整理ですね。移動とかいろいろやっていきましょう。まだね、台風が来てて雨がね、夕立が来たり来なかったりなんですよ。で、一回一瞬で降る量が半端じゃないんですよ。今ちょっとこれこのカメラだと分かりづらいけど、今あのこの家の裏に水田に水を引くための用水路跡があって、そこの水が今溢れちゃってるんでポンプで吸い出してます。で、1回の夕立とかが来るともうスコールなんですよね。だからポンプの排出してる水の量をはるかにしのぐ 雨水と屋根からの落ちてくる水が入ってくるからね、これどうもこもないんですよ。これ一晩中放っておくとあれ入ってきますね、通風口から水が。で、もう通風口のとこまで水が行ったから慌ててちょっと今朝それに気づいて、ポンプで今排出してる感じですね。まああと役場には去年行ったけど、動画写真見したけど、まあ地図にはないことになっているので一点張りで何もしないって話だ。あとはドマコンを打てって話だ。ドマコン打っても入ってくるからね、ドマコンの問題ではない。まあ、こうやってまあ埋め立てをしてしまっても逆に水入ってくるんだよね。だからあの土偶があるんだけど、側溝があるけど、あれがもう土がボコボコに入ってて詰まってるから、そこに排出してもダメだからあっちに排出してます。はい、ってなわけでちょっと片付け、まあ、まずはこれオークション用のオークション馬用の不要品ですね。これを移動していきましょう。ですね、ここにあのもらった壁用の板を打っていきます。まあ、これはどうもこうも増し張りの板をジョイントマットでは隠せないので、まあ、ちょっとここはせっかくウッドカーペットがあるから、まあ、ウッドカーペットにはまあ木で揃えようかなって感じです。はい、イズルです。で、今回はまあいろいろ、まあ、徐々に部屋もできてきて、この後ですけどね、とうとう管理人部屋ですね、今僕が生活しているところが、完成しました。やっぱ一部屋できると大きいっすね。で、一部屋ができるとそこが起点にできるんで、まあ、生活しながら、そこで暮らしながらでも安心できますよね。で、あとはちゃんとね、休める。うん。ちゃんと休めますよ、まあ、とにかくそうですね、これ3年目なんですけど、この家買ったのが2020年、ちょうどコロナの第1波ですね、10万円配られた年ですね。で、そこの7月、30にこの家買ってます。で、30日に家買って、まあ、現金一括で60万で買ってました。でもまあ金がないから出稼ぎ行っちゃって、翌年からやってたんですけど、さすがにね、テントを家の中に張りながらっていうのは過酷すぎてやっぱダメですね。休める、ちゃんと休むときは休める環境ないとダメっすね。はいはい、じゃあ次がここですね。この余ってる板を打ち付けちゃいます。まあ一応増し張りをした時点で OSB 版を使ったのが、まあ、間違いだよっていうのはあるんですよね。で、本来は OSB 版の下に、ネラ代わりのね、タルキとかを使うべきじゃないんですよ。当たり前だけど。だって OSB 版って板じゃなくて接着剤で、おがくずのカスをね、集めたものであり、板っぽいけど実際に板じゃないから。おがくずとか木くずを圧着させたもんだから、まあそれは強度ないですよっていう話。壁にしたらおしゃれなんだけど、まあ戦争の影響でコンパネが確か 1.5 倍くらいまで跳ね上がったんだよね。で、多分ね、今ディスク100のやつは2500円から高いとこだと1枚下
やってたんだ、あの当時。まあ今はもっと高いけど、まあ、それもあってちょっとやっぱ弱いんだなのでまあ弱いのを、まあそれなりに弱いわけではないけれども、まあ壁材として杉材は普通使わない、まあ床材として杉は使わないけども、まあ使っていける程度に下は強いから、まあ使っていきましょうという感じですね。はい、まあ、もちろん重い家具は置けないです。なので、まあ、床、部屋の入り口だけをちょっと打っていこうと思います。でですね、これ杉板がちょっと余ったんですよ。で杉の板がちょっと余ったので、まあ、本来床に使わないんですけど、ここですね、 OSB 版の補強の増し張りっていう感じで使いました。まあなかなかいい感じの床にはなりましたね。あ、じゃあ打ち終わりましたねあとは机入れるだけですね。まあパソコン机が2台になっちゃうけれども、まあこれは別のところに入れておきます。はい、まあまあようやくね持ちました。やっぱりね、上ってデッドスペースなんだよな。だからデッドスペースにはこれ草刈り機を投げておこうかって思います。はい、いやまた雨降ってきちゃったな。ちょっとまあここにも雨漏れをした跡あるんだね。まあ後でちょっと登ってみてみます。まあ一応直した跡は見つけたんだけどね。まあじゃあ次の作業いきますか。はい、まあ、一応ここがこういう部屋になりましたまあここね、俺の部屋にしようかなっていう感じですね。まあまた一つのだるいんだけど、まあ一応ここ簡易の、まあ、俺の部屋にしようかなって感じだけども、まあ何でかっていうと、ここが一番あのこっちに近いんですよ。こっちっていうか、まあ台所に近く、はい、これボイラーですね。でボイラーもこれスイッチ入れると、まあ、こんな感じで落とします。であとここにはまあ洗面台があり、まあ、まだちゃんとやってないけど、あと洗濯機もある。こっち風呂場あり、今こっちにはトイレもあるということで、まあ、一応何かとあのうるさいんですよ。何かとうるさいものがあるんで、まあこれはハウスルールでも夜10時以降は洗濯機使うなとか、もう風呂入るなとか、そういうのでいいと思うんですね。まあそれでも、それよりもまあ早くに寝たいとかっていう人もいるとは思います。まあもちろん体調不良、まあ、頭痛がするとかね、あの、まあ、コロナとかだったらまあまあできるけど、単純な頭痛とか吐き気とか寝たの、夏だったら熱中症とかさ、そういうので体調不良で早く休みたいっていう人がいたとしても、まあ、ここを客室で使わせることはないかなと思います、僕がここにいるうちは。はい、まあ、一応 LED がすごい明るいし、あとはアジアン天井にするまでは時間の問題なので、まあ、それをどうするかって感じですね。はい、だからこれ寝るところがどこに布団敷こうかだよね。まあここら辺になるんだよ。でこれおこもり空間にしようと思ったんだけど、これがね160なん、162だったっけ、すげえ半端な、なんだろう、半端なこれが長さなんで、あと30銭ぐらい、ここまでこの台作ってここにおこもり空間を作って俺の寝床にするかって感じっすね。まあでもちょっとね、おこもりするにも忍びない。
わけよ。ちょっと弱いんだよな。だからまあ2倍台で新しくこっちで作っちゃおうかなって感じですよ。だいたいそんな高くなくてここら辺でいいかな。そんなに高くても寝られないから、まあちょっと一番下にテスト引き出しが入るぐらいにしてもいいかなって感じだけど、まあ高さ揃えないと半端だな、半端だな。はい、まあ、あんまり補強を施してもデッドスペースが増えるだけなんで、まあ、どうしようかっていう感じです。まあ、ここすごいいい部屋になったんじゃないかな。まあ、ここね、窓を開けてれば全然いい風入ってくるんで、まあ、ある意味いい部屋かもしれないですね。まあ、その分うるさいので、そこら辺は僕が住むというところですね。はい、まあ、こんな感じですね。で、まあ、今現在はですね、プレオープンしてます。10月の20日ですね。まあまあもう1週間切っちゃうぐらいかな。なので、まあそれでも短期滞在してみたいっていう人はツイッターからメッセージください。バイバーイ。